はい、こんにちは。今日はですね、短時間で肩を限界まで追い込むトレーニングということで、サイドレイズのね、ドロップセット、まだこれもね、かなりちょっときつめのドロップセットをね、やってみたいと思います。でこれはですね、先日NSBCJ で知り合った、東谷君っていうね、子がいるんですけども、その子とまあ一緒に合同トレーニングをやって、で最後一緒にね、その子のメニューで、肩を追い込んだんですけど、まあね、まあ自分もね、結構サイドレーズドロップでやるんですけどね、かなりきつかったんですよ。はい。ちょっとそのやり方をね、やってみたいと思います。で、時間もね、かなり短時間でできます、これは。もうまあ言ってみたらね、ほぼノーヒンターパルでやるんでね、かなり短時間で追い込めるんで、ね、ちょっとね、しんどいと思うんですけどね、時間がない方にはね、おすすめなんでね、ぜひやってみてください。で、やり方はね、まずちょっと重めの重量のサイドレーズです。重めの重量を、3段式でドロップしていくってやり方をやります。で、まあ普通のサイドレーズね、こうストレートにね、肘を曲げずにもうそのままこうグッて上げるやり方っていうのがあるんですけど、最初の3セットについてはちょっと肘を曲げてね、ちょっと前傾して肘を曲げてこんな感じですね。でちょっと反動もつけてやるような感じで、こんな感じで。肘の高さと肩の高さが同じぐらいに、ダンベルをだからね、同じ平行にまでする必要はありません。で、ちょっと小指を上にするような感じですね。こんな感じで、ノーインターバルでね、インターバルゼロでドロップします。で、自分は今日は、ちょっとまあ、ダンベルもね、そんなにないっていうのがあるんですけど、27.5 をやって、15キロやって、で、最後、ほんまちょっと10キロぐらいで行きたかったんですけど、ないので、まあ、6キロのダンベルで3段でドロップします。で、それを3セットやります。はい。で、その後に、軽い重量で、今度はもう肘を曲げて、肘を伸ばしたままの、まあ、オーソドックスなやつですね。ストリクトに。ここがやるサイドレーズです。もう、肘、肩、手がもう、まっすぐ同じぐらいですね。これを、また3セットドロップでやります。で、3セット目の最後はですね、もう本当に1キロとか2キロでいいです。1キロかとか2キロで、ここだけ、この、ちょっと肩から下げたところから上の部分ですね。この部分だけでこう小刻みにやる。という感じです。はい。で、これをね、今も6キロ、4キロで最後、2.5キロ。でやりたいと思います。これね、この間その強盗にした時は、さらにこの補助も入ったのでね、かなりエグかったです。はい。でもね、3セット3セットね、ドロップ3セット、サザンが9で、サザンが9で、18セットになるんですよね。かなりきついです。はい。まあちょっとね、頑張ってみましょう。Ugh.
終わりました。もう肩パンパンする。これかなりね、短時間で肩上がらなくなるまでね、追い込みやすんでね、結構トレーニングする時間なくてもね、本当に5分10分時間取ってあるだけで肩できるので、ぜひぜひね、家でもね、挑戦してみてください。正直きついです。まあ、きついかきつくないかは自分次第なんですけどね、これ。きつくなってからあと5回できるかとかね、10回できるかとかで、そういうのを自分の中で課せる人はね、タスクを課せる人にとってはね、非常にきついトレーニングだと思います。はい。では。